さあ今日は、新年一発目の、インスタライブってことで、この後インスタライブの僕の師匠がいるんですけど、師匠とちょっと新年の挨拶をしたいなと思ってまして。あ、ありがとうございます。キャス TV 復活します。聞こえてます。ありがとうございます。師匠気になるあ、いいですね。ご無沙汰してます、勝さん。そうなんですよ、ちょっと緩い感じで始めていきたいと思うんですけど、キャスル的2021年のニュースはやっぱり、移転を控えてるんで、牧野代表がいろいろと本当動いてくれて、春ぐらいですかね、そのくらいに、移転を、すると思うんですけど すごい今めっちゃあれですね、師匠の名前ちょっと出てですね、早くも明けましておめでとうございます。おはようございます師匠お疲れ様です。お疲れ様です。あれ今どこにいるんですか。明けました。今ここはね、はい、夏です。めっちゃ明るいですね。夏ですか。常夏にいますよいや、明けましておめでとうございます、カン君。明けましておめでとうございます。あ、もうあれか、はい、今日は挨拶めっちゃあれですね、声が、電波がちょっと電波悪い。はい、電波がちょっと悪いです。あ、じゃあちょっともう一回入り直していい。あ、はい、大丈夫です。一回、すいません、かけるんで。お手数かけます。キャッスルレコーズです。これでいいのかな。今 Wi-Fi 切ったんで、あ、やっぱいいんじゃないですか。あ、師匠おはようございます。おはようございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。昨日アメ横行ったんで。え、マジですか。はい。買い物ですか。昨日はね、アメ横を買い物行った、はい。あ、なるほど。すいません。昨日はちょっとお休みで、今日からなんです、営業が。そうですよね。はい。毎年。毎年ありがとうございます。1月2日から買ってくるもんなの。いやでも今年は いつも結構みんな買い物だったりとか人で多いんですけど、今年めちゃめちゃ少なくて人が。あ、そうだよね。はい。あ、じゃあ例年だと2日に開いて来るときは来るんだ。そうですね。結構みんなフラッと寄ってくれるんですけど、今年はなかなか寂しい感じで。そうだね。はい。まあ、雨降ったが寂しいしね。もう。はい。そうっすね。もう中国人とトルコ人の方に乗っ取られつつあるもんね。いや、間違いないんすよ。頑張りたいんすけど、日本人として。ああいう老舗の魚屋とかがこんなになくなってるんだと思うとね。おー、そうなんすよね。めっちゃケバブ屋とか増えてるっすからね。ケバブ屋だらけじゃん。そうなんすよ。あれ全部のれん分けでどんどん増えてってるんで。あ、そう。はい。走ってんだ。走ってるっすね。みんな最初こう、弟子入りして入ってきた人たちが、数年後にBM とか乗ってるんで。あ、そう。はい。走ってるね。走ってるっすね。ケバブハスラー。はい、ケバブハスラーで。なるほど。はい。韓国本当昨年はありがとうございました。うん。お互いにちょっといろいろ大変でしたけど。そうですね。はい。まあでも、本当上がるだけですから、あとは。ああ、間違いないです。年末に、はい。はい、2020年にリリースされた日本語ラップの音源で、良かった、
あのタイトルとかよく聞いたあのタイトルを教えてくださいって DJ とかプロデューサーの人に結構聞いたんですよ。はい。でそしたら結構多くの DJ の人とかがやっぱカン君の EP あの押してて、昔のカンが戻ってきたっつって。失礼な。いやでも俺もすげえ好きだったっすよ、あの EP は。あ、そう。はい、ガッテムがネタバレで、あのそのカン君とディオ君のアルバムに向けた前菜的なっていうのはちょっとネタバレで言っちゃってたっすけど。あ、なるほど。はい、まあまあまあ今、まあ、ネタバレ今その続きで作ってるんですか、音源は。そうだね、まあもう一個フューチャリングの仕事があるんで、はい、まあそれから仕上げておこうかなって。おー、なるほど。TO のバースはもう全部あるから。あ、もう撮ってったんですね。撮ったから入ってったよ。なるほどなるほど。あの見かけたんで、中で見かけたんでしょ。はい、いいっすね。元気そうでした。いいよ。元気そうでした、はい、須藤先輩。楽しそうでした。はい、本運んでました。それなりに楽しそうに見えました。やっぱ同じ工場だった人と最後話したんですけど、人気者だったって言ってましたよ。あ、そう。はい、みんなのこと毎日笑わせてたって言ってましたね。あ、そう。はい、相変わらずですな。相変わらずですね。なるほど。あれ、はい、あれ2021年もう切り替わってすぐあれじゃないですか、 KOK もあるじゃないですか、カン君。そうです、9日にもう KOK で、しかも今年出るんですね。まあ出ます。はい。どうですか、大会はに向けての。大会に向けてはまあ最後の人として本気出さないとなっていうか。うん、なるほど。カン君的にこう注目してる MC とかいるんですか。自分ですか、やっぱり。うん、特にいないね。うん、やっぱり自分が出るとなって。まあそうっすよね。なんか俺もあのオーソリティの優勝頼みますって来てますよ、関係。優勝頼みますってコメント来てますよ。オーソリティから？いや、オーソリティから来ないでしょ。あの普通の見てるインスタライブ見てくれてる人からです。オーソリティがどうしたって？いや、なんか俺動画見てて、あの KOK のトレーラーを。あー、そう、それで、あの、まあカンさん主催で負けるはずないって言ってたんで、まあ。面白いなと思って。最近なんかこの前も自分久々にあの全然本当鼻くそみたいな試合しちゃいましたけど、バトル出させてもらったじゃないですか、自分もカン君も一緒に。ま、そう、あの時とかもその試合見てて、そのなんだろうな、みんなカン君がなんだっけ、あの大阪のスポットライトの話とか総務もしてたじゃないですか、1回戦で。あ、してたっけ。うん、そう、なんかカンが準優勝でみたいな。まあ別にそういう、もちろんそういうわけじゃないし、本気でやってるけど、なんかみんなそういう、結構そういうとこついてくんだ。で、なおかつそれで、まあお客さんも盛り上がってたんで。いや、この前の総合戦に関しては、てめえ優勝してねえのにうるせえなって終わったからね。お前優勝してから言えよ、そういうことって言って。なるほど。お前も優勝も取れてないだろって言えば勝てたんだけどね。まあ、はいはいはい。でも総合に関しては、もう後日 UMB 取ってるからね。そうなんですよ。まあ、ちなみにオーソリティは大阪のスポットライト1回戦目でボコボコにして勝ってるけどね、俺。あ、そうなんだ、逆に。逆に。あ、そうなんですね。あ、だからその続きだったんですね、あのバトルは。そう、あ、オーソリティね、そうんじゃなくて。ああ、そう、あ、そうか、そうか。すいません、ごっちゃになっちゃいました。あ、そっか、登ってこなかったな、その日は。なるほど、なるほど。決勝はバニュードとやったから。はい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 。でもバトル終わった後とかいつも座って、あの時こうやってやってりゃ勝てたなとか考えるんですか。まあ、ふと思うよね。あったんだろうとか。いいっすね。あの日もまあ調子悪くなかったと思うんですけどね。まあね。うん。言うことね。そうね。でも楽屋でマスターが、クソつまんねえバトルだったなって言ってすげえ辛口だなと思ったっすけどね。辛口だよね、あの人。
いや、いいなと思いましたけどね、その関係性。うん。あの人は明るく違うよね。はい、いやいや、すげえ最高、最高っすよ。あ、今、一緒にいるんですか？いや、今はね、西山さんといた。あ、西山さんといたしました。西山さん、はい、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。こちらこそ。今年もよろしくお願いします。また、試輪会来てください。ぜひ、行かせてもらいます。あれ、今日もやってるんですか、試輪会は。今日は今寒いから焚き火のみですよ。いいっすね。まあ、それこそ昨日、買ってきた、アメリカで買ってきた、はい、赤エビの刺身に頭をちょっと塩焼きやろうかなってぐらいかな。はい、めちゃめちゃ、やっぱ、もうカン君、料理うまいっすからね。まあまあまあ、パーパーパーって感じで。うん、はい。いやいやいや、どんな動きを取っていくんですか？もう一回お願いします。キャッシャーは今年どういった動きを取っていくんですか？とりあえずさっきもちょっと始めた時言わせてもらったんですけど、移転があるんで。あ、そうだよね、移転するんだもんね。はい。湯島天神に。そうなんですよ、湯島、そうですね、湯島天神まで行かないですけど、湯島に。湯島だ。3月、4月ぐらいだって、マキノダイカも言ってたんで、多分そこら辺だと思うんですけど。もう店舗は決まってんの？店舗はもう決まってます。あ、そう。いつから入るの、店舗？契約上は。契約上はいつから？2月ぐらいですかね。広沢。今のキャッスルよりは広いですけど、結構わりかし、まあ、こじんまりした感じではあります。家賃の方は？それはまあ、今のキャッスル同じぐらいっていうふうに聞いてます。いい場所借りてくれたんだ。そうですね、いい場所探してくれて、ほんと。まあ、するでしょ、その店舗の広さで。十分。なんすか、もう一回言ってください。言っても、アメ横センタービルだから、それなりにするでしょ、家賃。あ、そうですね、それなりにします。30万ぐらい。まあ、そうですね、そう、一応、過去借りみたいな感じにしておきます。うん。そうなんですよ、あそこ。やっぱ鋭いですね、カン君、その、値段の、はい。意外と高いんですよね、ここら辺。上野とか。高い。だって、センタービルだって言ったら、するで。そうなんです。意外とします。一応、センタービルも、おこぼれエリアっていうか、関係ない人も通るでしょ。はい、そうですね。昔はやっぱ一元さんすごいくれたんですけどね。ありがとうございます。いや、でも、アメ横もやっぱ、ビーボーイとかちょいちょいいる街だもんね。そうですね。最近なんか結構すごい若いビーボーイの子たちがお店来てくれて。そうでしょ。だって。はい。だって、アメ横も歩いてると気づかれる率結構高いもん。すいません。聞き取れなかったっす、今。アメ横も気づかれる率は結構高い。カンさんって言われるんですか、やっぱ。いや、やっぱ都会人だから、なんか、はい、あ、カンさんだってだけで、絶対声かけてるかも。なるほど。前、カン君、来てくれたじゃないですか、キャッスル。うん。その時に、はい、やっぱ、行っても、やっぱ二度見されてるっすもんね。え、ケンジに似てる人って、あれ、キャッスルの客だったの、あれ。え、なんですか？この前、俺、キャッスル行った時は、俺の担当のケンジに似てるわっつってたじゃん。はい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 。だってキャッスルの客だったの、もっと。あの日。いや、キャッスルのお客さんじゃないです。あ、キャッスルの客じゃなかったんだ、あれ。はい。キャッスル客した。しかも今俺、ケンジってさっきコメントでくれてたんですけど、ケンジ元気ですかみたいなコメントあったんですよ。で、裁判官とかのケンジ、検察のケンジじゃなくて、普通にもっとダイナスティのケンジかと思っちゃいました。誰それ？いや、俺もわかんないです。いや、まあでも、ね、はい、早く出てきてほしいもんだね。ああ。なるほど。まあ、しゃあないよね。はい。
まあ、しゃあないね。しゃあない。桜井さん。はい。あ、そう。はい。じゃあ、今年の抱負はどういったかって。今年の抱負、そうっすね。まあ、とりあえず、まあ、もう取り戻すっていう感じですかね。まあ、そうだよね。はい。いや、もう、カン君も本当いつも背中で見せてくれてんで、自分もやったるぞって感じですよ。やってください。はい。ありがとうございます。はい。愛しか感じないです。そうだね。はい。本当ありがとうございます。まあ、罵倒の方も今年は復活する可能性もなきにしもだね。まあそうですね。まずはちょっと本当、お店のことだったりとか、自分のことを立て直してですけど、はい。なんかやっぱ、この前、バトルやって面白いなと思ったんで、自分も普通にバトルにも出たいなと思っちゃいました。あ、そう。はい。カン君は気をつけて引退するんですか？とりあえず一旦一区切りでいいかなと思って。なるほど。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。お客さん？そうです。お客さんです。え、すげえ。映らないの。それさっきからちょっとちょろちょろ映る。あ、ごめんなさい。それはちょっとダメなんで。はい。はい。すいません。またお願いします。何がダメなの？壁に貼るアーティスト用のポスターを今、これもらっていいですかって言って。あ、で、すいません、それはダメですって言ったら、ジョークですって言われました。ジョークなんだ。はい、ジョークだったらしいです。なかなか、本気。センスの高い。それはもう、刑務所上がりの事情からしたら、聞こえないね。いや、そうっすね。なんか、わかんないね。はい。そうなんですよ。結構ジョークに気づかずに普通に突っ込んじゃったりとかするんで。はい。タイプですよ。はい。そういうタイプだもんね。そういうタイプです。そういうタイプです。はい。ねえ。まあじゃあ今年はキャッスルの発展を願ってますよ。いや、本当ありがとうございます。鎖グループも、はい、もちろん発展願ってますし、はい。はい、今年もさらに、よろしくお願いします。とりあえず、まあ、鎖バーできたら来てくださいよ。はい、もちろんです。いつ予定なんですか？逆に鎖バーは。年明け。正月明け。おー、じゃあ1月の中旬ぐらいには。いや、もう上旬から開けるよ。おー、上旬から。OK です。じゃあちょっと、お休みもらったら、すぐにでも駆けつけますんで。はい。よろしく頼む。ぜひよろしくお願いします。あ、マスターがコメントくれました。キャッソー。キャッソー言ってるね。それ。はい。わかります。すいません、本当、ありがとうございます。ちょっとカン君は、自分の中で、インスタの、インスタライブの師匠なんですけど、それは言い続けてっていいですか？この先も。もちろん。シュワ。シュワ。押す。シュワ。すいません、ちょっと。シュワを。手話オフ。あ、すいません、めっちゃ電波飛んでて。オフコースいや、わしは。発音良すぎて聞こえなかったっす。うん。オフコースおわしは。はい、英語言うとき。オフコースいや、おわしは。了解です。わかりました。オフコース。はい、今度ありがとうございます、カン君。今年もよろしくお願いします。よろしく。はい。じゃあちょっとバーベキュー楽しんでください。忙しいとこありがとうございました。はい。よろしくお願いします。西山さんありがとうございます。今年もよろしくお願いします。ホルモンお願いします。めっちゃうまかった。はい。また牧野代表と遊び行かせてもらいますんで、よろしくお願いします。はい。すいません。ありがとうございます。じゃあ、切らせてもらいます。いや、すいません。皆さんありがとうございました。ちょっと、今年は、2021年はインスタライブいろんなアーティストさんと、コラボさせてもらっていろいろ、配信していこうと思いますんでよろしくお願いします。